どれどれ。すごく緊張する。妖精だったらいいな。ピンと張り詰めた空気感、まったく。次はミンディ。こんにちは。これが結界よ。ちっちゃい。安っぽいわね。はい、ありがとう。妊娠してるって。すごく嬉しい。スカーレット、準備はできた？イエス。線が2つあるってことは妖精、妊娠よ。うわあ、ありがとう。時間かかりすぎ。あら、ジェニファー、結果はちょうだい。見てみて。何？見てるけど、あれは飛行機？妊娠してる？わお、驚き。ダメだ、何もない。かわいそうに。お金あるかしら？これあげる。100ドルも？どういたしまして。また来てね。わあ、あの靴すごい。お金欲しいの？嘘。これ全部私に？見て、この人お金持ち。あ、なんだって？私だってたくさんあるわ。夢みたい。そんなの大したことない。はい、あげる。本物だ。やった。私は気前がいいの。わお、金ね。それなら私は新品の iPhone3 つ、それにパソコン。すごくない？電化製品？なら車はどう？素晴らしい贈り物よ。自分の車？あら、あはっはっは。ちょっと待って。ねえ、そのペン貸して。サイン一つで家はあなたのもの。これでどう？はい、どうぞ。わお、バカじゃないの？聞いちゃダメ、サインして。どうでもいい、またね。とりあえずちょうだい。気が変わった、今のはなし。気にしないで。それに誰も見ていないから。私のなのに。金もちょうだい。でも私がもらったんだよ。ふっ、いいわ。もうお金持ちって最低。わあ、この場所素敵。たくさん食べるわよ。ウェイター、メニューちょうだい。ありがとう。何にしようかしら。グリークサラダ、これお願い。はい。あの人、ドレッシングは別ね。ねえ、誰かいる？ん？ああ、こんにちは。はい、どうぞ。これがメニュー？うわ、ハンバーガーしか食べられない。これお願いします。はい、どうぞごゆっくり。わあ、意外と美味しそうかも。サラダです。ふむふむ、やっぱりこれいらない。どうしましたか？気が変わったの。でもあのハンバーガー、あれお願い。ハンバーガー？わかりました。ごめんなさいね、代わりに。はい。嘘でしょ、ハンバーガーです。うん、これこれ、おいしそう。はい、サラダです。お金と同じくらい緑色。はあ、退屈だな。ん？この人誰？それになんであんなにお腹が大きいの？もしかして食べ物がおいしいとか？わお、みんな大好きケーキ、どれがいい？最高。いちごの匂いがする、なんてね。
私の好きなものないかな。お次はこれ。しょっぱくて甘いよ。わあ、確かに美味しそう。食べたいものが一つの串に刺さってる感じ。欲しい人は今すぐお電話を。ダメだ、我慢できない。電話しよう。もしもし。聞こえるよ。二つともお願い。お金はいくらでも払うわ。今すぐね。はいはい。冒険する準備はできてる？もちろん。やった、早くちょうだい。おお、いたいた。はい、どうぞ。最高。お金はそこね。この中？たくさんある。うわあ、すごい。車の鍵？うそ、信じられない。すごいな。でしょ、今日は史上最高な日。ふう、やった。はあ、美味しかった。もう働かなくていいや。よかった。いつでも電話してね。うわ、小さい。お腹がどんどん大きくなる。他に着れるものある？ああ、どうしよう。何か見つけないと。これ嫌い。もう体は本当に元に戻るのかな。ミンディ、どうしたんだい？お腹が大きいから何も入らないの。着れるものこれしかない。最悪。そうだ、新しい服買ったら？あ、全然ない。ありがとう、優しいのね。ごめんな。あ、いいこと思いついた。このブレザー似合うと思わない？ありがとう。まさかこうなるとは。お気に入りのドレス。でもチャック閉まるかな。うわ、悲しすぎる。ミンディ、手伝ってくれる？うん。お腹のせいで服が着れないの。助けて。あらあら、もちろん。チャックね。ストップ。お座り。着替えるわ。あら、これもね。なんで何も入らないの？チャック閉まってよ。もう、待って、それ見せて。とにかく落ち着いて。もう無理。息を吸って吐いて。どうしたの？そうだ、ぴったりね。ありがとう。一時的ではあるけど。はい。私のふりをするの。ねえ、アクセサリーみたい。調子に乗らないでよね。わお、今日の私も素敵。大丈夫よ。ああ、こんにちは。ようこそ。どうぞ入って。新しい洋服が必要なの。お腹が大きくて、袖にキラキラをお願い。ここは先払いよ。そうだったわね。あら、これでいい？もちろん。それじゃあスタート。いい考えがたくさんあるの。ペースを上げるわよ。チュール好きでしょ？素敵。わお、気に入った？はい、サイズもぴったり。それはよかった。でもお腹がちょっときついかも。妊娠中だから。あ、忘れてた。本気で？もう、じゃあいいわ。何かできることはないかな。あ、このピンクの布使えるかも。丁寧に切るだけで妊婦服の出来上がり。かわいいでしょ？わお、この金もあげるわ。
どうもありがとう。欲しいものがいっぱい。これにしよう。おいで。お子さんに聞きます。欲しい方で蹴って。こっちだって。いい選択です。残りをお持ちしますね。あー、転職しよう。今行きます。払って。かしこまり。使えません。ゴールドカードよ。使えないったら使えないの。おどき。何でも自分でやらせる。なんで使えないの。もう時間の無駄。いやいやいや、お支払いを。もういいわ。先に車にいるから。お菓子買ってあげるわね。あ、これ美味しそうだ。$30？高すぎやしない？到底払えない。今いくらあるっけ。うーん、足りない。チップスはお預けね。買えるものが何かあるはず。高い高い。お、水だ。ごちそうだ。お支払いしよう。このお水ください。待って、おまけをあげる。この花を。私に？嬉しい。あとこれも当選です。わあ。いたいた。朝ですよ。あ、でもまだ眠いわ。学校の時間ですよ。やだ。嘘でしょ。起きて起きて。まだ寝たいの。起きて。もうイライラする。やったわね。もしもし、今すぐお願い。なるほど、了解。仕事の時間だ。つまらないな。それでね、何かご用？来てください。駐車違反したからなの？払おうと思っていたのに。変なの。ここはどこ？一体何？うるさいんだけど。はい。どうもありがとう。もちろんです。いい人ね。額には容姿と忠誠心が含まれていて。お腹空いたわ。楽しみで仕方なかったの。赤唐辛子にヌテラ、おいしい。ウェイターさんは？お水でございます。あの、お願いが。彼女にプロポーズするんです。手伝って。いえ。あ、そういうこと。いいでしょ。その女性は？あそこだ。お任せを。これ指輪頼んだよ。緊張するな。髪溶かした？串はない。こんな食べ方許されて。でも美味しい。止まらない。まあ、ヌテラが毛皮に。着てられないわ。これでよしっと。ロマンチックだわ。指輪はケーキに隠して。あれ、どっちのテーブルだっけ。右？左？左だったような。ケーキです。頼んでないけど。きっとお気に召します。いやー、遅刻してごめん。ケーキタダでもらったよ。いいね、美味しそうだ。いた。硬いもの入ってる。嘘でしょ、本当？あー、よくわからないけど、サプライズ。よし、整えた。行くぞ。何あれ、ずるい。いやー、来たよ。指輪入ってるんでしょうね。お花？そんだけ？指輪バッチリ届けましたよ。でもどこ？あー、指輪？一体何のことやら。嘘だろ。やっぱママの言った通りだった。でもあのさ、待ってよ。あれ、俺の指輪だ。これ綺麗ね。そんなのある？ララララ、オーイエーイ。掃除してるの。この部屋散らかり好き。
ちょっと音楽止まっちゃった。なんか変ね。うげ、なんで今のタイミングで。てか今まで何聞いてたんだろう。これで掃除がもっとつまんなくなった。なんでいつもこうなるかな。ごめんねベビちゃん。あれ、この箱なんだろう。古いイヤホンが入ってるかも。なんだ、ただのおもちゃか。ゴミも入ってる。うげ、臭すぎ。やった、これを探してたのよ。運が上がってきたかも。よっしゃ、これでいいわね。でも汚れちゃってる。メイクオーバーしちゃおう。最高のアイデアがあるんだ。テディベアを使おう。クラフトの時間よ。テディベアを顔を下にしておくね。縫い目に小さい穴を開けるの。そこから爪綿を取っていくのよ。背中からも綿を取っていくよ。縫い目を開けたら縫い目を付け合わせていくね。細いラインでいいの。少しだけよ。反対側も同じようにね。完璧。これをヘッドホンにつけるんだよ。クマちゃんをくっつけて。わあ、かわいい。早速試さなきゃ。自分のアイデアに万歳。シャンラ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 ン。おーゆーん。あら、ジェン。やだ、そのヘッドフォンかわいすぎ。絶対欲しい。お金なら払う。お、本当に？でもすっごい気に入ってるから。お金でも買えないものがあるのよ。こんな反応した人初めて。大丈夫よベビちゃん、金色のヘッドフォン買ってあげるから。綺麗になった。ママおはよう。髪の毛手伝ってくれる？もちろんよ、ママに任せて。ありがとう。コーム代わりになってよかった。いつもと違う髪型がいいな。ツインテールとか。ナイスアイディア。そのままじっとしていてね。え、ママ掃除機が便利なのよ。どう？うわあ、ママ素敵。最高。娘のためだったら何でもやるわ。楽しんでおいで。美容師になろうかな。でね、パパにヨットあんじゃんって。虹に生かした靴。色もすごい。見て。あ、うん、綺麗だね。綺麗すぎる。買わなくっちゃ。お嬢様、もう来るのが遅い。うわー、それすごいね。超おしゃれだって思わない？そうね、私の靴も可愛ければ。もう2年も履いてる。でも新しいのなんて買えない。あのスマホケース、小さな水晶、買わなきゃ。はい、買った。信じらんない。こんなにゴージャスなの見たことある？色もお気に入り。夢見るのは自由だけど。夢？現実にするのよ。じゃーん、サラサラしてる。なんか疲れた。あー、じゃあね。あ、あのリュックいいな。かわいい。これも買い替えたい。お金あるかな？もしもーし。残念、一文なしだ。すると気持ちいい？今日は慌ただしかった。寝よう。あー、枕が硬い。これでもダメ。ぐっすり寝る方法は？考えよう。あー、そうだ。何かきっといいものが。あれ、これダメだ。これもゴミ。待って、このタイヤなら。転がして帰ろう。よし、着いた。お腹をここに入れて。ぴったり入った。おやすみ、赤ちゃん。枕が気持ち悪い。なんとかして。これはいかがで。うちの犬みたいじゃん。私としたことがすみません。ごめんなさい、怒っちゃって。よしよし。どうです、純金で宝石だらけ。高そう。私にふさわしいわね。これにするわ。さすがお目が高い。さて、じゃあ寝るわ。
なんか痛い。馬鹿げてる。宝石が刺さって痛いんだ。しかもこれ取れないし。ああ、寝たいだけなのに。ハンマー、一思いにやるわ。って全然ダメ。壊せないかな。何が起きたの？召使いはこのためにいるの。ゴツゴツしてるわね。もっと柔らかく。すみません。こっち試す。動かないの？学校に行かなきゃ。本にカバンに。え、一体何？穴か。これじゃ使えない。あ、ママ。あの袋使えるかも。多分ね。ママ、それ使っていい？これ？いいけど。ありがとう。何をするのかしら。リュック代わりに使おう。全部入るかな。よし、行ってきます。何かがおかしい。あ、靴ひもか。結ばなきゃ危ないからね。美しいゴミがたくさんあるな。やった、これで学校に行ける。私のカバンはここにあったのに。嘘でしょ。返して。お誕生日だ。おめでとう。ありがとうパパ、楽しみ。気に入るといいが。わあ、本当に？もう月キャンディ食べるのが楽しみ。気に入った、ありがとう。一番いいもののためにホーブを探したんだ。私の好きな味、なんでわかった？サニー、おい、気をつけるんだ。うわー、なんとかして。キャッチ。そうだ、考えがある。風船を使おう。やるぞ。風船の紐を飴に結ぶ。これで安全だ。ああ、私は天才だな。これでどうだ。わあ、すごいね。ありがとうパパ。私の役目だからな。手を離しても落ちない。浮いてる。お散歩行こうパパ。今日は最高の誕生日。見てて。何をしてる？戻ってくるんでしょ。さよならキャンディ。じゃあ行ってらっしゃい。新しい美容の習慣取り入れたいな。このフェイスマスクやってみたかったんだった。試してみよう。これなんかどうかな。綺麗になれ。気持ちいい。あと少し。いい感じ。サラダに入っていたキュウリを乗せたら、あとは待つだけ。完成。肌がツルツルになった。爪もどうにかしたいな。色が欲しい。あ、これママの絵の具。マニキュアは必要なし。いくよ。この色合い綺麗。爪を塗るだけで気分が上がる。かわいい。やったね。足の毛も剃らなきゃ。とりあえず抜こう。ちょっと痛いけど。痛い。ちょっと時間がかかったわ。次からはワックスにしよう。よく眠れたわ。あ、もう美容の日？もしもし、スパをお願いします。今日は私だけの時間。どうぞ。これお願い。エクセレント。あとは私たちにお任せください。はあ、最高。私だってスパに行きたい。次はアイマスク。いい感じ。マニキュア似合いますね。痛
気をつけて。すみません、嘘でしょ、私ちょっと間違えただけなのに。もうこの仕事嫌い。見てるわよ、お好きにどうぞ。次はワックスをつけますね。ちょっと痛いかも。準備はいいですか？ちょっと待って。はい、終わり。簡単ね。それに足がすべすべ。さすが私。どうもありがとう。わあ、優しいのね。ありがとう、また来月。お金持ちって最高。ああ、いい夢だった。ベッドのおかげで暖かい。岩のように静かに。深呼吸止めて。ああ、29、30。コーヒーよりすっきり。髪もいい感じ。あとは歯磨きね。きたな、髪の毛だらけだ。うげえ。他にあったっけ。よし。あれ、ちょっとくらい出てこない。よし、出てきた。これで OK。 朝ごはんは何か。おお、喉乾いてた。もっと飲む？これ普通じゃないよね。でもしょうがないか。今日も朝ね。おはようござ。いた、首が。最悪なんだけど。確かに昨夜は冷えたけど。毛布何枚かけてたの？え、まだ？やっと外に出れた。暖かい。じゃ、準備しよう。美容院行きたいな。予約もしとこ。うん、今日は金の気分。それとも、いや、選ぶの大変。これだ、魔法の歯ブラシ。ほら、これを見てよ。真っ白な歯にはこれ。キラキラにはキラキラ。歯磨きもたっぷり。青がいいんだよね。よし、この方がいい。あと上にはシナモン味のやつ。これがいいんだよね。うわ、コーヒーマシンが呼んでる。入れてあげよう。コーヒーショップよりも美味しくて行列もなし。おはよう、私。ああ、皆さんはパーソナルシェフやテーラーを雇いたいですか？妊娠中は他に何が欲しくなりますか？コメント欄で教えてください。動画の共有もお忘れなく。